ました。マイケル・スピンクスであります。今一応注意されたんですね、マイク・タイソンは、はい、また体を低くしてマイク・タイソンが入っていく第1ラウンド。スピンクスがちょっと距離を取って体勢を立て直します。左を小さく持っていきました。マイク・タイソンだ。ダイナマイト・タイソンの左が出ている。やはり予想通りタイソンが最初から飛ばしました。いいですね。スランブルをかけました。そしてまた右だ右だ。タイソンだタイソンだ。タイソンが追い込んだ。リード連打ダブルトリプル。右を振り回します。マイク・タイソン主勢に回りました。あった。スピンクスがっつり右側を突きました。第1ラウンドスピンクスダウン。右のアッパーカット。右ですね。はい、大丈夫か。スピンクス大丈夫か。タイソン早くも第1ラウンド。あーっと右のラウンド。右のストレート。右のやったー。どうか。これはどうか。スピンクス立ち上がるか立ち上がるか立ち上がれるか立ち上がれるか。どうだどうだ。ダッチロールだ。ダッチロール。さまよっている。さまよっている。スピンクスダメー。マイク・タイソン1ラウンド KO 勝ち。もう1タイソン4度目の防衛に成功。マイケル・スピンクス全くなしでなし。ものすごいタイソンの KO 方程式が見られました。いやー驚きました。もうアルさん手元の時計では大体1分30秒ですか。けどまあ酷のある1分30秒ですよね。今もうリング内は人人人で渦巻っております。マイク・タイソンとスピンクスが言葉を掛け合っております。マイク・タイソンの表情はカメラを通して私どもに伝わってまいりますが、果たして阿部さんスピンクスがどんな表情をしてましょうかね。いやホッとしてるでしょう。ホッとしてる、どんなもんでしょうか。そうですよ。しかし、まあ、これはアバウトでありますが、だいたい1分30秒のストップでありました。圧倒的な強さのタイソンだったんですが、ガツさんこういう展開になるとは予想してました。1ラウンドとは思いませんでしたね。せめて5ラウンドまでには決まると思ったんですけどね。1ラウンドとも思いませんでしたね。ちょっと差がありすぎたという感じはしますか。そうですね、スピンクスもね、往年の黒人特有の筋骨隆々っていうんですか、はい、筋肉がないですね。あ、そして、まあ、ある程度の自分のボクシングはやってましたね。しかしタイソンがもうそれをさせなかったという、もうタイソンの強さそれに尽きんじゃないですかね。もう少しスピンクスの方は足を使って動くんではないかという予想もありましたけどね。そうそう、ある程度使ってたもんね。使っててもずっとダメけどね、左に曲がればね、左にも先回りしてるしね、で回りながら次のパンチを打とうという体勢に入ってるでしょ、タイソンの場合、はい、ですから何もできないうちに何が何だか分かんないんじゃないですかこれ。本当に分からないうちに終わってしまったっていう感じですかね。内田さんはどうですか。ずっとね真剣な目で見てましたけど。いや僕もスピンクスが7ラウンドぐらいまでは持つんじゃないかと思ってたんですけど、びっくりしました。あまり早いんで、はい、タイソンのパンチ力はどういうふうにご覧になりますか、内田さん。すごい、もう半端じゃないなと思います。半端じゃない実感こもってますね、鉄のパンチというふうにね言われてますけれどもね、はい、まあ、幻の右と言われたガッツさんですけれどもね、タイソンのこのパンチどうですか。現代のスーパーマンですね。スーパーマン、確かに体だけを見ても、ちょっとやっぱり、タイソンの方が肉の付き方が、ね、違うかなという気もしますよね。上半身だけじゃなくね、スポーツというか、スポーツ選手はこの足が大事なんですね。膝、はい、まあ、この全身バネですよね、タイソンの場合は。こうやってきましてね、ちょっと入ったらもう次の体勢に入ってるんですよね、はい。